界視聴。美術の価値を流派の新旧に置かず、悲壮の類型化を排する。具象、非具象を論じない。流行によって時代を誤ることを極力避ける。真に新たな価値を目指し、創造的な個性の発言を尊重する。常実を排しつつ新人を抜擢し、これを積極的に世に送ることに努める。まあ、日本では知られた美術団体なんですけども、戦後の昭和22年にその後輩の中から9人のまあ画家たちが
創立会になって作った会なんですよ。でそれから脈々と続いて今日に至って、今はまあ600人、展示するのはまあ1000点並ぶというぐらいなんですね。1年に一度あんなに大きな絵を描くっていうのはなかなかずっと一人だけでやってたらできないと思うんですよね。大きなスペースの中でね。そういう点で公募展ってやっぱり意味があるんじゃないかと思います。毎年秋にみんな生き生きと絵を描いて、でまた会える、作品を出すってことも大きいけど、みんなで会えるっていうのも大きいですよね。だから72回まで続いちゃうではないかと思います。大変面白いのは、本当に10代の若い出品者から、80、70代まで全く友人のように付き合ってるっていうのが面白いですよね。一生懸命見る、それも楽しい。ものの表層だけじゃなくて、その中に含まれているものを大事にするので、形式であるとか流派であるとか、そういうのに関心を持たないっていうことがあるんじゃないでしょうか。何かのきっかけでとんでもなくすごい作品を描くってことがあるので、それができるのは一人でいちゃなかなかできないんで、で君ってすごいねっていうことでいい絵描くことになっちゃったっていうことだってあるし、もしそういうことがあれば日課って成功してんじゃないかって思います。多くの人はなんで私のこと分かってくれないんだろうって、なんでみんな無理解なんだろうとか、なんで私は誤解されるんだろうとか、そんなこと言って自分はなんかすごく辛い、そういう時のイメージを絵にしたものです。窓の風景は過去の風景、思い出の風景を描いてる。昔のこうローマのみたいなね、だからいろんなことがいっぱい入って
担当します玉川と言います。若い人の絵だなっていう感じがします。それでやはり絵画作品という表現としては強いという意味では非常に魅力があるというふうに思います。離れてみても目立ちますし、近寄るとまたちょっとこう味わいが違う意味で面白みがあるというか、一個一個の登場人物の中にある種の物語も込めているというところを見ると、やっぱり自分の頭の中にいろんなイメージがこう膨らんでるんだろうなと思います。全体としても、ね、これだけ強い色彩対比と、それから大きな構図もあるし、細かいところを今中村さんおっしゃったように細かいところを見てもそれなりの物語をこう紡いでるという意味では、なかなかある意味達者な絵でもあるな。そうですね。じゃあ次こっち行きましょうか。こういうタイプの絵は非常にこう平滑な面を平らな面を作ってきちんと塗っている、少しデザイン的な感じもします。虚ろな感じみたいなものもあるというところでちょっと面白いな。この人はずっとそういうこういう感じの描き方でやってました。言わないですからちゃんと答えますね。カメラで聞いてるだけで疲れちゃう。そうそう、誰か質問。非常に透明感のある空間が出せる絵だな。いいですよ、うん、透明不透明のうまいこう折り重なり具合がよくできてうまくまとまったなというふうに思っています。こういうね、白でハッチングをして白色不質っていうんですけども、立体を浮き出させるような感じの技術っていうのはちょっと粗いと本当にペラペラに見えるんですが、まあこのぐらいになってくればまあ見えるかなっていう、ですね、襖絵みたいな、ああいうののような一種の古色を少し出してよく工夫してやってるなというふうに思います。若いけど積極的な男でした。二期は一室の初っ端のところにそんな若いのばっかり出していいのかとかって、もっと年寄りを大切にしろって言いたいところなんですが、まあね、まあいろいろありますね。みんなが自分の居場所を見つけることができる会でありたいなっていうふうに思ってますね。20代から始まって死ぬまで付き合うことができるっていうのは、これはなかなかないところで、要するに日記会というのはいい友人を作る場所でもある。現在あるところで評価しがちなんですけど、40年50年かかって評価するっていう、そういう場ってあんまりないような気がしますけどね。どんな表現が出てくるかわからないっていうところが、これから日記会がずっと続いていく理由になると思いますけど、でそれを受け入れる、受け止める、絵はこんなもんでなくちゃいけないとは夢にも思ってませんから。この台湾展やるにあたって外に出て第三者の目、複眼で見てもらう。
いうことがテーマですね。見てくれた人がどう感じてるかっていう、そのコミュニケーションが出来上がっていくことが、やっぱり公募団体という日本全国から出してきている一人一人に意味が生じてくると思うんですよね。それが絶対的なテーマだと思っていますので、隣のその海のこっちではこんなものやってるよというのを見せて、まあ、親しみを持ってもらうということが一番ですよね。戦後こうそう交流がなかったみたいな部分もあるんで、まあ、これからこんなことをきっかけに行ったり来たりがもっとできるようになればと思いますね。今回この275名が作品として出すんですけれども、主催者は二機会だけれども、出品者全員が一人一人が主催者なんだと、そういうふうに考えています。Thank you.